道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。よっ。じゃねえか。メリー、懐かしいわ。相変わらず美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。また会えたな、メリくー、海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？俺は医者だ。見せてみろ。おかしいな。熱もないし、脈拍も正常だ。一体どうなってんだ？おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて、相当ヤバい病気なんじゃねえのか？きっと、アラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。
探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でもおかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いはない。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやーすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。
実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。船員がこう言ってるが、どうするルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、よしかかってこい。ンダーボルトテンポレディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。すぐ行くぞ。くらえウソップパン。どうだ今行く。なめんじゃねえ。ゴムゴムのブレット。サンダーボルトテンポ。いちちちちち、くらえウソップパン。どうだいって。マナーのマナーがなってねえの。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、飯。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。物資を奪うとか、
クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、よかったの？私たち、以前とずいぶん行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。最高だぜ。エナジーアップラうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。人騒がせなやつだな。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな行き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだってちゃんと話せ。だから悪かったって、ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。あ、呆れた。それであのおじさんもあんたのことを知ってたのね。とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。そうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。
いや、それなら自分で。あ、腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ダメだ、あの鍵もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。ナナ、この鍵お前のだろ。おお、それだそれ。俺今朝からずっと探しててよ。じゃあ早速門を開けてくれる？すぐ開けるから待っててくれ。さあ、開いたぞ。あんたたち、鍵を届けてくれてありがとな。この後どうするんだ？レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報集めと、あと砂漠を進むことになるから必要な物資を揃える必要があるわね。シッシッシ、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。
肩慣らしといくか。三刀流王三千世界、俺はまだまだ強くなれる。シシ、おう。ねえ、ガンガンガン、しっかりしなさいよ。ナミ、おう、ガッキャン、おお、こんなにたくさんの人初めて見たわ。あなたもしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。本当か？おい！なあ！Thank you.
おーうん、めーおお、なかなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけど、どうやって探すの？みんなで手分けして、潮干狩り？いいよ、ナミさん。ここは俺に任せてくれ。食材集めも、コックの腕の内ってな。あったぞ。こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんてサンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが、一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。
はあ、サソリの居場所を知りたいって、なんだってそんなことを。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。あるじゃねえか。おいおい、はあ、おおおお、そうか、よっしゃ。任せな、俺が仕留めてやる。しょうがない、やりますか。必殺煙星。どこだ、その黒子だ。サンダーボルトテンポ。ボーショット。効かねえな。効かねえな。次はどいつだ。ゴムゴムのガソリンだ。
サンダーボルテンポ。まあたしにかかればこんなもんよ。わからねえな。おう。ありがとう。うわー、感謝する。はあ、何よそれ。やれやれ。はあ、そんなことって。そうかしら。いやはや。はあ、ダメに決まってるでしょ。違うな。何が言いたいのよ。ああ、ナミ。なあなあ、ナミさん。わかったから。もう。やれやれ。任せろ。
俺が相手だ。このレディーなんじゃねえ。天候のへかねえよ。もう動じねえ。見たか、これが黒カブトの威力と俺様の実力だ。あるじゃねえか。よし。任せろ。それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。私だってやるときはやるんだから。どうだ。効かねえな。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガソリンだ。クソ、いく、任せて。おりゃ、そ、何、な、食い切れる。サンジ。おう。
よ。お、腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理、サソリと貝のスープだ。ほう、興味深い香りがするな。では一口。うわっ、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん？どうしたルフィ？また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、秘剣のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう。よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ。待ってるぜ、高見で。
エース、見ててくれよ。俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。